今回はザルジアンスキア、ナイトフロックスという別名がある植物を育て方お話ししていきたいと思います。ナイトフロックス、ザルジアンスキアの特徴はですね、まずこの花とつぼみですね。つぼみが閉じると赤いんだけど開くと白いっていう非常に、特徴的な花の形をしています。はい、そして次、名前にナイトフロックスっていうつくだけあってですね、夜に非常に甘い香りがするんですね。すんごい1個あるだけですんごく強い香りがするんです。なのでその香りと、花の色が非常に特徴的な植物です。はい、育てる上でのポイントはですね、ある程度の湿り気を好みます。なので極度の乾燥っていうのはあまり好まないので、土が乾かないようにたっぷりと水を与えてください。はい、で置き場所なんですが日当たりに置いてください。冬は宇宙の中です。で夏はね、枯れてしまう一年草なんですね。なので夏場は枯れてしまいますので、またよくね株を買ってください。肥料はやりすぎると葉っぱだけ茂って花が咲かないという症状になってしまうので、肥料は控えめでお願いします。はい、ということで、一株、夏場に枯れてしまう一年草なんですが、それでもですね春先から夏前まで非常に強い香りを夜に放つ特徴的な植物ですので、ぜひ、見かけたら寄せ植えの片隅にでも入れると、また新しい寄せ植えの可能性が見つけられるんじゃないかなと思います。ということで今回はナイトフロックス、ザルジアンスキアの育て方でした。